しもし。綾部だ。今お前の後ろにいるよ。勝手に人んち上がり込みやがって。それが松金組強盗事件の捜査資料。捜査資料だ。寝ぼけやがって。ヤクザが泥棒に入られたっつって110番するかよ。え？札が大勢事務所に来ちまうんだぞ。松金組の件は事件にはなってねえ。この資料は全部俺の独自情報だ。金は揃えてあるな。情報料10万だったよな。毎度。わかりやすいな、これ。本物の捜査資料みたいだ。刑事がどれくらい書類作ってると思う？星追ってる時間より書類作ってる時間の方がずっと長いんだよ。得意な顔しちゃって。まずこれが松金組事務所の間取りだ。1年前強盗に入られた当時のものだが、まあ今と変わってないだろう。多分な。強盗はまず事務所に入る組員に紛れて監視カメラをかわした。で、その死角で組員の頭を拳銃で殴って気絶させる。その時事務所は留守を預かる海藤が一人きり。午後3時、松金組の事務所が一番手薄な時間だ。そして強盗は油断しきってた海藤に銃を突きつけ金庫を上げさせた。強盗は一人だろ。なのにあの海藤さんがあっさり。強盗は海藤に銃を突きつけた後、天井を一発撃ち抜いてみせた。銃は本物となれば誰だって動けるもんじゃない。で、脅されるまま金庫を開けた後は海藤も頭を殴られて気を失った。ここまでが事件のあらましだ。話聞いてると強盗の手際が良すぎるな。ああ、腕がいいのもあるが、それだけじゃないな。金庫の場所や事務所が手薄な時間、内部情報に詳しくなきゃここまでスマートにはやれん。組の中に賊を手引きした内通者がいたはずだ。それはそれとして、なんか海藤さんが不自然だな。あの人ならもっと抵抗しそうなもんだ。さすがだな。ん？さて、今までの話は所詮前振りだ。こっからが10万の価値がある情報でね。さっき俺は事務所に海藤は一人だと言ったな。だが実際にはもう一人松金の組員がいた。え？東だよ。強盗が金を奪っているまさにその時、あいつもあの場にいたんだ。なんだてめえ。金庫を開けろ。逆らえば撃ち殺す。面白え。やるなら一発で殺せよ。でないとお前が死ぬぜ。フロアの隅で組長の靴を磨かされていたらしい。それで異変に気づいた時には
もう出るに出られなかった。分かった、やめろ。やめるんだ。金ならくれてやる。東はそこで強盗の顔つきや体つき、特徴を記憶に焼き付けてた。結果として誰も死なずに済んだし、それがベストの行動だったが、兄貴分を見捨ててむざむざ1億渡したとも言える。ヤクザとしちゃ指詰めもんだ。だから海藤は東もあの場にいたことを誰にも言わずにいてやった。そして消えた1億の責任は自分一人で全部かぶった。これでやっと腑に落ちたよ。なるほどね。海藤さんらしいだろ。でもその後は。1億は東が犯人から回収したって聞いてる。何があったんだ。犯人の素顔を見てた東は一人でそいつを追い始めた。金を取り戻せば海藤の波紋も取り消せるんじゃねえかってな。それで警察のデータベースから犯人の顔を探そうとした。なるほど。じゃあ東はそこであんたに頼ったんだな。わかるか。でなきゃあんたがこの事件を知ってるはずがない。警察には通報されてないんだろ。そういうことだ。で東は警察の前科者リストから星を見つけ出した。そいつは神室町のホームレスになっていて、赤花と呼ばれてた。今そっちの端末に写真を送った。赤花がホームレスになる前の顔だ。そんな言うほど鼻赤いか。俺に言われても知らねえよ。まあとにかくその後東は1億を組に戻したってことらしい。じゃあつまり赤鼻を見つけて金を回収したわけだ。でも海藤さんの復帰は叶わなかった。代わりに東は組の中でそこそこの出世はしたよ。頭の覚えがめでたくなったってわけだ。赤鼻はどうなった。東から何も聞いてない。まあ俺も別に聞きたかないね。まさか東が赤鼻を始末した。さあな。でもどうだ、10万払った価値はあったろう。1年前、赤花の名前を掴んだ東は多分町中のホームレスに聞き込んだはずだ。俺も同じようにやれば会えるかな、赤花に。
ゃあね。ちょっといいかな。ああ、赤鼻って人を探してるんです。俺らの仲間？ホームレスか？会ったことはある。でももう1年ぐらい見てないな。どこにいるかは知らないよ。なんか一杯飲んだら思い出します。いや本当に知らない。他は当たってくれ。ちょっといいかな。ああ、赤鼻って俺らの仲間、会ったことはある。どこにいるかは知らないよ。なんか一杯飲んだら。いや、は。やめときな。時間食っちゃったよ。ちょっといいですか。人を探してるんです。赤花って呼ばれてる人なんですけど。赤花ね。そんなに赤くねえじゃねえか。やっぱそう思います？俺もそう思ったんですけど、仲間からはそう呼ばれてるみたいで。俺は知らねえよ。他は当たんな。そうですか。ちょっといいですか。なんだい。赤鼻って人を知りませんか。カムロ町のホームレスらしいんですけど。いや知らないね。俺ここらに来たの割と最近だから。あ、そうですか。どうもお邪魔しました。
みません、人を探してるんですけど。こっちは誰も探してないよ。あのお時間取らせませんから、お仲間に赤花って人いたりしません？こんなやついたな。今どこにいるか知りません？知らないね。カムル町にはいないんじゃないの？もう長いこと見てないよ。そうですか。ちょっといいかな。うん、兄ちゃん何？人を探してまして、赤花って人なんですけど。赤花？ちょっとわからないな。そうですか。けど仲間に聞けばわかるかもしれないよ。本当ですか？なあ、まあちょっと時間はかかると思うが。構いません、お願いします。いいよ。その代わりと言っちゃなんだが、兄ちゃんちょっとこのプレイパスで遊んできてくれねえか。これは最近カムロ町振興会が新しく始めた遊びでさ、 VR スゴロク第9ってのがあるんだ。 VR スゴロク？体感型アトラクションっていうのか、実際に自分で動き回ってやる人間スゴロクらしい。でそのプレイパスがあると劇場前広場裏のゲーム会場でプレイさせてもらえるんだ。へえ、そんなのあるんだね。見事クリアすると景品だなんだが手に入るらしいんだが、ほらこの通り足が悪くてね、プレイできないのよ。動き回るとかだと、確かに大変そうですね。仲間たちも挑戦してるみてえだが、なかなかクリアできないらしくてな。兄ちゃんなら若いし期待できそうだからさ、俺の代わりに景品もらってきてくれよ。どうだ？面白そうだね。わかった、すぐにクリアしてくるからここで待ってて。おお、それじゃあその間に俺も仲間に知ってるやつがいないか聞いてみるわ。Thank you.
っしゃいませ。はい。あ、いや、お願いします。ああ、ゲームスタートだ。うわ！よっと。今だ。
う少しだ。よし。もう少しだ。これでよし。いいの。どっちかな。今だ。こっちだ。あんちゃん。ここだ。こっちだ。これで上がりだ。よっしゃ。チムシジャック。